私がIBM 時代にまだその25ぐらいの時ですかね、営業をやってる時に、たまたまコムテックという会社を担当させていただいて、でそこで今の会長のいくらさん、当時社長ですけれども、いくらさんとこう知り合って、 IBM のね結構高価なコンピューターを買っていただいたっていうのが最初の出会いだったんですね。そこから私もIBM を退職をして、いくつか会社を経験をしたんですけども、一昨年ですかね、一昨年の9月10月9月ぐらいですかね、9月の末ぐらいですかね、その前職の会社もですね、そこそこ大きくなってきたんで、私も一つの役割を果たしたかなということで、次何かチャレンジしようかという時に、たまたまですね、家内と9月の中旬ぐらいかな、伊豆の箱根スカイラインをドライブしてたんですよ。でうちの家内に、いや僕もそろそろ会社をねちょっと辞めてちょっと違うことをやろうかなと思ってんだとかって話をした時に、突然うちの家内がいくらさんのところにお世話になったらって話をしたんですね。たまたまコムテックが昔その花火大会とかですね、小田原でそのスポンサーになってやってたんですね。そういうものに家族でご招待いただいたりしてて、うちの家内もいくらさんのことをねよくご存じで、でいやそういうふうに言葉が出てきたのもね、これやっぱり何かのやっぱり縁じゃないかなっていうふうに思ったんですね。前の会社も一部上場になって、そこそこね、組織も出来上がってきたんで、もうその後輩も育ってきたからね、僕としても次のことをやりたいということで、もし私がそのコムテックでねその活躍できる役割があるんだったらちょっと参加させてもらえませんかっていう話をしたら、いくらさんの方でじゃあそれじゃあぜひ協力をしてほしいということでですね、ある種のこうそのなんて言うんでしょうかね、そのハプニングじゃないですけども、そういうところから入社するきっかけができたということですかね。設立をされてで、31年、ここ数年がね、結構、その内部体制を充実しようということで、どちらかというとこうその成長軌道を そんなにその標榜してなかったんですけども、31年経ったんでね、もう一度会社をちょっとこう大きくこうしていきたいと。 できればもうちょっとね、今ジャスダック市場をもうちょっとね上の2部とか1部に持っていけたらいいよねっていうような話をいろいろこう何回もお会いしている中でね、会ってる中で話をして、もう一度ちょっとコムテックをねその、この市場での その存在感のある会社にするということと、それからもう一度こう成長軌道にね、昔はやっぱり店頭公開するまではやっぱり多分2桁成長ぐらいはされてたと思うんですね。ですから今のコンピューター業界のその伸び率をこう上回るねやっぱり成長でもう一度コムテックをこう成長させてみようかというような話で、ことで話が盛り上がったもんですから、ぜひね、そういう勢いのある会社にしていきたいなという、ことでその、入社したんですね。でいずれはね社長を任せたいということは言われてたんですけども、会社ってやっぱりこのぐらいの規模になるとそれなりにその出来上がってる文化みたいなのがあるんですね。いわゆるその考え方とかで、そういうものがそのこう慣れるためにはね、やっぱり多少やっぱりその時間を置いた方がいいんじゃないかなというふうに思ったんですけども、早く社長業になってね、社長になってその辺その走りながらね、そういうものを覚えておけばいいんじゃないかということで、昨年の1月に入社して6月の株主総会で、社長に就任したんですけどね。